はいどうもかっぱ園長です。じゃあね、えー、この動画ではどうでもいい話しますよ。どうでもいい話です。斉藤由貴さんです。別に斉藤由貴さんがどうでもいいっていうつもりじゃないです。あなたは斉藤由貴さんって聞いて何を思い浮かべます、えー、僕だったらどうだろう。スケバンデか。スケバンデか違いましたっけっていうぐらいもうなんかよくわかんない感じですかね。 斉藤由紀さんなんか不倫でトラブってたって話は覚えてますうん。いつ頃だったっけこれ。なかなかのこの泥沼だったと思うんですけども。で、それがね、実はなんかもうは、なんか、蹴りつけた。ところが、これ蹴りついてなかった。うん。で、えー、なんかまた、その不倫騒動。18年とかだから、もう5年前とかだっけ、うん、で、 なんか、また、まだ続いてたんですかっていう、そういう報道ですかね。<laughs> どうでもいいっしょ、ね。興味ないと思う人がほとんどだと思うんで、もうこの動画飛ばしましょう。ね。うん。いいっす。<laughs> とりあえず僕は、あの、やりますけども。えっ、ー、と、なんかドラマで今、出演されてるのかな。<laughs> 主演女優さんのお母さん役で出られてるのかな。斎藤佑樹さんがね。うん えー、元不倫相手と号泣トラブル報道、なんかフライで食らったのかな、文春報か、いや不貞許したあ夫との埋めがたい溝って書いてあるんですけど、まあ、結論から言わせていただくとあれですよね、あのーまあ、別に芸能人とか有名人とかスポーツ選手とかあ関係なく、人ってこの浮気とか不倫とかって、まあ、する人はするじゃないですか、でも一方、しない人はしないですよね。 うんあのまあ、いいとか悪いとかっていうよりも、なんだろうな、そのやっていいこと、悪いことで言ったら、ね、それはやったらだめなことじゃないですか。でも人ってするじゃないですか。で、一度した人ってもう二度三度、てかもう死ぬまでずっと続けますよね。だ僕はそう思うんですよ。ね、あのー、一度でもこの発覚した人ってさ、絶対やめないんですね、やまってないですよね。 やんない人はもう本当一生そんな余計なことはせずに。ね遊べるときに遊べるだけ遊んでっていう。ね家庭持って気づいて、それでこのフリンダーなんていう、ねえ。やらないじゃないですか。普通は。でもやった人ってね、ね何度も何度も同じこと繰り返しますよね。だからあれと一緒ですね。他の犯罪で。例えばこの半島、ねこの半島流のこの性犯罪もそうだし、ねどんだけ足ばっかつけようが。 ねうん、あの必ずやらかすじゃん2度3度だから日本国内でいうとそうだなもうなんかもう万引きねあれももう常習ねもう何回パクられて何回反省させられても何回も繰り返すじゃんやまんないじゃんあとはまあメジャーなところでいうとドラッグの類もそうだよねうんだからっていうのと同じぐらい、うん、だからもう懲りないというか もう二度と戻りは戻らないでしょって思いますけどねまあいいやなんかそれぞれのこのね斉藤由紀さんに対する捉え方なんかもうキリがないんで, <laughs> で今回何かっていうとねえっ、ー、とまあドラマ出演で中ですよとでその最中にあー思いがけないトラブルですよとえっ、ー、と文春砲ですよと。 えと17年8月にこの不倫が報じられたなんかお医者さんがいてでそれが実は現在も関係を持っているっていう内容ですかねだから清算されてなかったとねだからまあやまんないですよと <laughs> でえまあ内容がこのお医者さんが経営するクリニックで斎藤さんとお医者さんがドア挟んでね 推し問答をしていたと <laughs> 斉藤さんがその病院クリニックの入り口のところで泣き崩れている衝撃的な写真をすっぱ抜かれて <laughs> 界隈で、ね、話題になっていたってそういうことらしいです何、うん、だろう斉藤さんが忘れられなかったとかってそういうことなのかなうんでもこの人ってやっぱりなんだろうな だらしないっちゃだらしないのかな。だからまあ、ふ浮気だ不倫だってのはやっぱもう病気と一緒ですよね。うんで。僕はもうそう思います。確か独身時代、なんかほら、尾崎豊さんだったりとか、あとこの間なんか、ね、やっと決着だぜってって、ね、嬉しそうにしてたこの川崎麻代さんも確かお相手に上がってなかったんでしたっけ斉藤さん。で、えー、このお医者さんとはこのダブル不倫だったんですよね。 斉藤さんって94年で2歳年上のなんか一般人、会社員の方でしたっけ。まあ、交際期間1年で結婚して、ね、子供が3人いらっしゃるんですよね。で長女のねあの、なんでしたっけ、えー、水島さんでしたっけ。確か一昨年がなんか、なんかそれぐらいにこの女優デビューを果たしたんですよね。うん、親子で芸能界、芸能人で。斉藤さんは17年8月開いた釈明会見で、家族みんながお世話になっているお医者さん。 男女関係とかそういうことじゃないですと、で一旦このお医者さんとの不倫関係は否定してたんですけど、でもまあ、翌月に一転して、お相手の男性に女優としても女性としても頼りすぎてしまいました、でももう終わりにしましたと、まあ、不倫を認める謝罪文を発表することになったっていうのが最初ですよね。で、それが終わりになってませんでしたってことですね。うん でま、不倫騒動によって、一連芸能活動にブレーキがかかったんですけども、えーでまあ、一応離婚は免れたんですよね。だから一連の騒動によって、斎藤さんは複数の CM とか大河ドラマとかを降板して、一方医師は、お医者さんの方は奥さんと離婚協議中にあるっていうそういう報道も確かあったかな。斎藤さんは家族との関係を再構築できたんですけども。 えー、斉藤さんは謝罪文の中で、えーまあ、旦那さんから今は子供たちのことを第一に考えよう、お互い努力して治そうと言ってもらったと明かしていたんですよね、当時ね。えー、お子さんたちの存在は夫婦危機の回避には大きかったようですと。これ、どう思います、まあこれもね、最初にもう言ってますけど、こ病気、もう治んない、ねえー、そういうもんだと僕は捉えてるんで。だから例えば 別にそれが正しいとかね、他の人もそうしろって言ってるんじゃないですよ。僕の捉え方です。僕の解釈ですよ。浮気も不倫も、あ僕はもうなんない。なんか、じゃあ、バれれば当然問い詰めるわけじゃないですか。別に男がとか女がとか関係なくね。公認でお互いそれぞれ好きにっていう、なんかそういうパターンも世の中にあるのかもしれないですけど、それはそもそも交際とか、ね、パートナーとかカップルとか夫婦っていう、 あれなのかなって、そこからもうなんかあの、僕は違うもんだと捉えてるんで、それはあの除外しますけども、そうじゃなくて、ね、お互いに、ね、君だけ、あなただけっていうこのパートナーカップルだとして、うん、で、まあ、浮気が発覚しました、不倫が発覚しましたっつったらあー、僕の中ではもうそこで終了ですね。うん、再構築とかまずないし、ね まあ、一旦破局でも元さやとかっていう人も中にはいるじゃないですか。別にその人たちを否定するとか非難するつもりは全然ないですよ。それは人それぞれなんで。ね、ただ僕の中ではもうそういうのないですね。うん、ね不倫はな経験ないですけど、ね、浮気されたことは普通にありますんで。<laughs> あの、交際中にね。うん。まあ、例えば二股三股が発覚するとかっていうのがね。うん。 まあ世の中にもあるじゃないですか、うん、僕はもうそこで関係終了させますね。うん、どうせ同じことを繰り返すし、うん。っていう判断ですか僕の中で。だからまあ、わかんないですよ、結婚してね、それがなんかこの不倫だ、ダブル不倫だみたいなことになったらあ子供がいたってなると、ね、僕はほら、まだその家庭気づいてねっていう経験がないんで。 まあそこでのじなんか実体験ベースの話ってのはし,しようがないんでねそこは分かんないんであれですけども、まあ、それでもやっぱりないかなって思いますけどね、うん、だってずっと疑いながらでも子供がいるからとかって、ね、なんかこの自分の,この考えとか思いとかを押し殺して関係を続けなきゃいけないってことでしょえ絶対疑うと思,う思いますよごめんなさいもうしませんっつって ねえしないの分かってるんだからさ、うん。あ、しないの分かってるっていうか、それが、あのー、言葉通りにはならないの分かってるんだからさで、実際、斉藤さん、そうだったんでしょ、終わりにしましたってって終わってなかったんだからさ、うん。だからまあ、そういう人ね、うん、なんか途中で、うん、結婚する前なのか、結婚した後なのか、それは人によってね、ね、えー、浮気止まりだったのか、不倫になっちゃったのか、それは人それぞれで、あれですけども。 発覚した時点で僕だったらもう終了させますかね。うん、だからまあ家庭が、ね、このなんか、あ夫婦で、ね、この家庭があって、ね、崩壊して、ね、お子さんがいて、うん、それでも離婚しますかね。で、子供のことが大事だって言うんだったら、別に子育てすればいいじゃないですか。 二人で一緒にっていうのは僕の中にはないですけどまあだから引き取るっていう言い方が適当かどうかは分かんないですけど、うん、ねえなんな浮気だ不倫だなんてするようなやつねえうん親を名乗る資格もないと思うんでうんでもどうか日本だとさね真剣っていうと基本お母さんの方に行っちゃうんだもんな、うん、あれもどうかと思うけどうんまあいいんですけど斎藤さんでした